奈良市にある東証大寺で、明治から昭和にかけ、寺の復興に尽くした層の功績を称えた。座像が完成し、今日開元法要が営まれました。今日開元法要されたのは、東証大寺八0世北川近い長老の座像で仏門に入る層に戒律を授ける様子を表しています。 北川長老は明治初期の廃仏毀釈によって寺の宗派、立宗が真言宗の管理下に置かれるなど混乱する中立宗に関する貴重な資料を資材を投じて集め後の復興に大きな功績を残したといいますこうした功績を称えようと2年前現在の長老の西山明元さんが発願し 彫刻家の宮城夏樹さんらが1年がかりで完成させましたなお座像は立州の復興に尽力した層を安置する中高堂の図紙に収められ普段は参拝することはできないということです また寺は今月末で任期満了を迎える西山明元長老の後任として岡本玄光さんが第89世長老に就任すると発表しました。東照大臣は律の寺でありますけれども密教の法流も伝えておりますので今後はその法流の継承にも力を注いでまいりたいと思っております。